はい、皆さんこんにちは。今日も踊りスピやっていこうと思います。朝晩ほんと寒くなってきましたので、皆さん風邪は気をつけてくださいね。ドレスピグランプリお疲れ様でした。皆さん結果はどうだったでしょうか。僕はなんとかね3000以内に入ることはできました。報酬を受け取っていきます。いっぱい行く、当初から3000が目標だったのでね、自分の中ではまあ納得の結果です。とりあえずちょっといらない車をメダルにして、これで50周年記念 Z34 は星6プラスと星5プラスになるのかな。確かそうだったはずです。こいつがね星6プラス1台とこれ受け取って、で合成したら、まあ、星5プラスのはず。そうだね。だから、まあ、一応メダルと、まあ、あといらない車をメダルにして星6プラスプラスまではできるかなっていう感じですね。今回も早速オーダーをね引いていこうと思うんですが、そうなんですよ、今回僕あのこちらのね GP チケットね、ほんと当たらないんですよね。星6の XD1ET が 0.1%、 星5の XD1ET は 0.4%、 以前より確率上がってるはずなんですけどね。確か初日70連引いて以来ずっと爆死してるんで、今日はなんとか XD180 を僕にもください。この光景はもう見飽きたかな。当たる人は当たっちゃうんだよね、ほんと。赤取り来てくれるだけでもいいんだけどな。皆さん当たりましたか。僕はあのアガトレ何台か来たんですけど、全部ノーマル180の星5だけなんですよね。来ないか、ちょっと残念な感じですが、あとはですねもうスキップでいきましょう。スキップで、はい、お願い来てください。来ないね。お願い1台だけでもいいから来てください。来た、来たね、来たよ、やっとだよ。 XD180 星5だけどやっと来てくれましたね。君を待ってたよ本当に。ああほっとした。いやーよかったよかった、よかったですね本当。じゃあ残りもやっていきましょう。スキップでね。来るかな？来ない。まあ仕方ないね。あと200。来て。箱の嵐からの来ない。まあ良いでしょう。これが最後のスキップにして、最後はですね、45枚だから、まあ、4連見ていきましょう。最後赤トレ見たいよ、見たいよ、お願いラストで来てくれないやつか。まあね、はい、一応ねXD もらえたのでね、よかったかなと。こっちじゃねえか、
っちにあるね、うん、一応合成しとこう。これで星5プラプラの完成ですね。これで X3180 は星6プラスと星5プラプラとなりました。さてさてさて、今回メインイベントですね。こちらサンサのね 10% のオーダー引いていきますよ。もちろん提供割合はこうなんですが、 10% は期待はしてないです。いつも通りの結果でしょう。ですがこのドキドキワクワクのために撮ったので、来てください。ありがとうございました。黒箱いただきました。十分でございます。私はね、これでパーツを育てましょう。はい、皆さん当たっていることをね、お祈りしています。皆さんが当たっていますように。さて、一応ね、まだねやってないのがね僕あるんで、こちらハロウィンアバターのね方も、まあこのジャックをドリフターかなもね一応持ってるんですけど、星6星5星4と、星4は 16% だから結構確率はあるよね。まあ6連なんだけど、引いていきましょう。来るかな、アバター。まあいいかな、アバターもね持っとこう。ああいいんじゃないこれ。うん、まあ金箱よろしいでしょう。これはメダル。あ、車は来なかったか。でもね、まあ、発行もらえたのでね、もう一年あったね。箱と、アバターもらえました。ナミコさんのねアバターですね。良き良きでしょう。さてどうしよっかな。もう引くものはないね。はい、一応今引けるものはこれ、まあいっか、持ってるし。っていうことでガチャの方はね今回こういう結果でしたが、早速ね来てましたよね、お知らせ。こちら予告ですね。新車用追加なんだけど、報酬車かなこれ。日産 GTR、 リスモ MY20、 星7だね。戦闘力672で、まあ、最終ランキング頑張ろうってやつだね。でこれね、懐かしいですけどね、赤トンボ、これの新赤トンボですね。ハイスペック車の戦闘力主力で577で、まあ前回のイベントでも同じように出たこのスズメバチね、こちらも新スズメバチとして、戦闘力は574で、トヨタの86モデリスターですね、星6で戦闘力は542ですね。こちらもスズメバチもゴールオーラでね頑張って手に入れましょうという形ですね。今回の手に入れた車両も、はい、今回手に入れた車両も見ていきたいんですが、一応ね今回は、残念ながら Z33 は手に入れることができませんでしたが、やっとね、まあ、この白くと同じように星5プラプラにすることができましたね。こちらの 180XD のね180を今回1台ですがゲットすることができました。よかったね。これが当たってなかったら今回は本当悲惨だったかな、うん、ずっとずっと当たらなかったんでね、本当にまあ嬉しかったです。ということで次のイベントも皆さん楽しみましょう。じゃあまたね。
ー